待望です。こんなえ、何これ。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。もうすぐ母の日ですね。このようにカーネーションとっても綺麗ですが、ね、飾ってめでていてもそのうち枯れてしまいますよね。そんな時におすすめなのが解剖です。今回は解剖して標本にする方法をご紹介します。ぜひ親子で楽しんでみてください。それではレッツサイエンス。はい、カーネーションを、あ、綺麗ですねってやってますよね。でもこのままだと枯れてしまうので、まあ、せっかくなのでちょっとね、実験に使ってみようかなと思います。じゃあどうしようかな。今日はこっちの赤い方で、じゃあ早速ちょっと神々ですね、早速解剖していきたいと思います。さあどうなってるのかな、この中は。ではまずはこのお花の作りを見ていきたいので、このちょっとね、首のところで切っていきたいと思います。首首で切っていく。なんかすごい表現だね、ごめんね。切れました。そしたらこの中、周りについているところから、うわー綺麗、このお花のこの部分ですね、なんかピロピロって出ているのがあるので、なんかね、重なってますよね。この部分をピンセットで取ってみます。ついてんの？なんだろう。おお、なんかこの辺ちょっと形が違いますね。この外側のと内側のと、なんかまたちょっと形が違う。へえ、なんでこんな形が違うんだろう。綺麗に撮れた。こっちが外側で、だんだん内側に行くにつれてなんかちょっと形も違いますね。これを包葉と言います。よし、そしたらさらに内側のこのちょっと大きな部分を取っていきましょう。で、これはちょっとそのままだと外すのが難しいので、切りやすいところから見て、出てきた。わー、コーヒーカップみたいなね。はい、これが額です。じゃ、これさらに内側ということで、おー、花びらがついにこの下の方まで見えてきました。はい、では1枚ずつ並べていきたいと思います。おー綺麗ですね。やっぱ上と下で色が違いますね。結構簡単にさらっと撮ることができるのでやりやすいと思います。中がこうなってるなんて思わないよね、こういう風に見ないと。大きさもちょっと違いますね、全部。おー、なんか形も違う。なんか見えてきたぞ、奥の方に。なんだこれ。え、なにこれ。だんだんちっちゃくなってきたよ、ほら。はい、ではこのようにして花びらが全部取れました。今回は59枚かな
あったので、まあ、あと残りのちょっとピン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 って出てるやつをちょっとよく観察しながら撮っていきたいと思います。これがおしべか。これなんかね、先っぽになんか見えるかな、なんかね、ついてるの、ちょんって。これが花粉があるところですね。すごいすごいすごい。見た目はもやしのほんとちっちゃい版みたいな感じのこの花粉が入っているという。よし、この辺はちっちゃいからね、なんかなくさないようにしないとね。2、4、7ありました。あとなんかもうこんな感じになっちゃったけど、最初お花の形として見た時はなんか中がこんななってるとは思わないですよね。なんかこうなってますよこれ何なんだこれが先っぽがめしべですね。めしべ、ここにめしべとかこういうふうにちょっと開くと見えますね。でまずはめしべ外していきます。なんかおしべよりめしべの方がしっかりしてますね。でもなんかこのぷっくりしてるところが気になりますので、ここをカッターナイフでちょっと割ってみようかなと思います。この中には何が入っているんでしょうか。この瞬間がドキドキするんですよね。中がどうなってるのかなって。パリーン、あーなんかまた出てきたなんか観音様みたいにまたなんか出てきたよすごい。でも形はなんかちょっとめしべに似てますね。なんかこのめしべのちっちゃいやつみたいな風に見えます。この部分がね、プツプツプツってなってる、プツ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 ってなってるこれがちょうど種になるところですね。さあということで、実際に解剖してみたら、まあ、このようにこの辺は目に見えてたけど、だん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 この下の部分見えなかったとこが見えてきたり、あと中にはこんなおしべとかめしべとか、あと種もありましたね。はい、では今解剖が終わりましたので、ここからは標本にしていきたいと思います。使うものはこちらです。まず新聞紙、そしてまあ、これ段ボールとか、あと今回はちょっと発泡スチロールの板となっておりますが、お花を挟める板を2枚用意してください。続いてピンセット、そして輪ゴム、そして電子レンジです。まず新聞紙に、はい、この今解剖したものを開いた状態でどん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 並べていって挟みます。じゃあやってきます。テレレテテテテテレテテテテテレテテテ、あ、無駄テンテンテン、ということでこのようにできました。まあちょっとね、折れ曲がっちゃったりするのはなかなか難しいと思うんですが、まあできるだけ丁寧にやってみてください。あとこの茎の部分はちょっと標本にするには難しいので、今回はちょっとやりません。では次は押さえつけていきます。はい、今この一番下のところにこの板を1枚置いておいて、でその上に新聞紙を置いて、でその上からさらに板で押さえます。じゃあこれをどんどんこんな感じで、はい、止めていきます。怖い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 、嘘、怖い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 、こっち見ながらやんないでくださいよ、もうそんなはい、ということで、できる限りできる限りで構いませんので、このように、押さえていただければと思います。ではこのように、はい、できましたので、この輪ゴムで押さえた状態のまま電子レンジで水分を抜いていきます。今回は、まあ、ちょっとね、少なめから花びらが焦げちゃうので少なめからちょっとやっていくんですけれども、今回40秒ぐらいで
とりあえずやってみようかなと思います。入れます。で、500ワット40秒。おお、でもなんか温まってますね。お花の水分がちょっと見てみますか。どっち、だいぶお花の部分があったかくなってるということは、このお花の水分にがっつりとこの電子レンジが反応してくれたようですね。水っぽくなければ大丈夫です。はい、ではここから実際に標本にしていきたいと思います。いろいろな方法があるんですが、例えば台紙に貼っていったりとか、あとおすすめなのがこのラミネートで挟んでいくことです。で、これは機械が必要なやつで、まあ、この中に挟んで、でまたちょっと機械が必要になるものなんですけれども、例えばこれとかは100円ショップでラミネーター不要っていうような、あの機械なしでもただペタッと貼ることができるやつもありますので、まあ、こういうのはすごく求めやすいのではないかと思います。じゃあちょっとせっかくなので今回は機械でやるやつで作っていきたいと思います。こんな感じで、まあ、こうですかね。ということで実際に機械に通してできたのがこちらです。じゃーん、どうですか。とっても綺麗にできましたよね。まあ、これのいいところはこの表からも見ることができますし、まあ、裏からも見ることができますので、まあ、ちょっと台紙に貼ったりするよりは、まあ、こういうのに挟んだ方がいろいろと観察はしやすいのかなと思います。あとそれぞれ何個あったのかってね、ちょっと番号を振ってみたりとか、あと、まあ、よく観察したことをこういうふうに油性ペンとかでメモしておくと、まあ、すごくあの後で見返した時にも勉強になるかなと思います。例えばそうですね、ここに中に種があったよとか、あと名前、法要とか、あと額とか葉とかね、まあ、いろいろとこの名称を覚えながら書いていくと勉強になるかなと思います。そして他にもこれ何だと思いますか。さあこれはじゃーん、タンポポです。見てください、一個一個見るとこんな感じになってるんですね。すごい。これちょうどたまたま全部で108個。タンポポはこれで一つのお花で、それが、まあ、今回は108個あったんですが、まあ、こうやって見てみるとすごいですよね。だいたい100個ぐらいのこのお花が集まってるのがタンポポということになります。あとこの白いふわふわっていうのも、実際にこういうふうに挟んでみるとすごくあの毛の先とかどうなってるのかなとか見やすくておすすめです。そしてこの間河川敷で撮ってきたお花も作ってみました。じゃーん、覚えてますか。春を見つけようということで、あの動画1本出させていただいたんですが、ほら大犬のふぐりとかね、こんな感じでこの葉の模様とかがすごいよく見えます。あとはあ、これかカラスのエンドウ、出たこのカラスのエンドウもうね、葉っぱの形すごく特徴的なんですけれども、まあ、そういったところもよく見えるかなと思います。なんかね、これほんと飾ってもいいですし、何ですかね、なんかプレゼントしたりしてもいいですし、いろいろと皆さんの使い方があるのかなと思うので楽しんでください。あと今回母の日ということで、まあ、このように、まあ、花瓶とか、まあ、私の場合ビーカーに入れてるんですけれども、はい、こういう風にして、まあ、しばらく楽しんでしっかりと愛でた後に、まあ、ちょっと枯れる少し前ぐらいにこういう風にやってみるとすごくいいのかなと思います。実際に
この状態にしてプレゼントとしてもらっても私は嬉しいです。はい、ということで今回は母の日ということでカーネーションを解剖してみました。実際に一つ一つこうやって撮って見てみると、まあ、表だけでは見えない世界が見えたりとか、あ、実はこういう風に作られてきたんだとか、お花の、まあ、名称とか、ここなんて言うんだっけっていうのを勉強する機会にもなるのかなと思います。そしてこのように素敵なプレゼントにすることもできますので、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで今回の動画がためになったよって人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。